はい、じゃあ前からいきます。はい、長男くん、これ全部でなんて言うんですか。オイル。オイルですね。ピンポン。はい、じゃあホイールの中で、この真ん中のこれなんて言うんですか。ハブ。ハブ、ハブですね。はい、じゃあハブ、ハブから出てるこの細いのなんて言うんですか。スポーク。スポークですね。はい、じゃあこの輪っか、この輪っかなんでしょう。この輪っか、リム。はい、リムです。はい、じゃあこのリムとさっき言ったこのスポーク、スポークをつないでるこのちっちゃいの、これなんなんていうでしょう。これは何だったでしょう。何か分かるかな。これ、ぐるって言います。はい、次行きます。じゃあ、ここは何ですか？これ何でしょう？バルブ。バルブですね。じゃあ、バルブの先について、これ何です？バルブキャップ。はい、バルブキャップです。じゃあ、次行きます。じゃあ、このホイールがついてる、ここは何ですか？フォーク。フォークですね。はい。はい、じゃあ、はここなんて言いますか。ハンドル。ハンドルですね。ハンドルの中でもこれなんですか。ハンドルバー。ハンドルバー。オッケーです。はい、じゃあこれなんて言いますか。グリップ。グリップですね。はい、じゃあいきます。これなんですか。これステム。ステムですね。はい、そしたら、はい、ここわかります？このヘッドって言います。はい。ここをこの部品ヘッドパーツって言います。はい。覚えておいてください。じゃあ次、ちょっとグリップ。はい。じゃあこれなんですか？ブレーキレバー。はい、ブレーキレバー。ブレーキレバーは、ワイヤーの張りの調節する部分と握りしろ調節するこうネジがあります。詳しくはまたブレーキ編で説明させていただきます。はい。はい、じゃあこの一番真ん中のこれなんていうんですか。これもですね。はい。フレームの中にも名前があります。ちょっとこれ難しい、フレームでもこの上のタイプ、これをトップチューブって言います。次にこの下、これダウンチューブって言います。で、この次にここ、ここをシートチューブって言います。であと後ろの2つ、ここはシートステーって言います。チューブですね。そしてここはチェーンステーって言います。チェーンのあるところのタイプなんでチェーンステーって言います。であとですね、このちょうど車輪がつながっているここの部分、これはエンドって言います。はい、覚えてください。トップチューブ、ダウンチューブ、シートチューブ、はい、シートステー、チェーンステー。じゃあ行きますよ。じゃあこれ何て言うんですか。サドル。はい、サドルですね。じゃあサドルをフレームにつけてる、あ、今隠れてるけど中にある方は何ですか。シートバスですね。グッドです。はい、じゃあこのシートベルトを止めてる、ここわかりますかね。はい、グランド、シートグランド。
はい、じゃあこの真ん中のここは何でしょう。クランク。クランクですね。はい、次行きます。じゃあこれは何かな。はい、チェーンリングです。じゃあクランクにこのチェーンリングを取り付けてるこのネジ、わかるかな。はい、チェーンリングです。じゃあこれ何かな。チェーンですね。これは簡単、誰より知ってる。じゃあこれは何ですか。ペダル。ペダルですね。これも簡単です。じゃあ、チェーンがつながってるここなんて言いますか。ここ。はい、ここですね。はい、じゃあこのエンドのとこにあるこれなんでしょう。チェーンテンション。はい、チェーンテンションになる。じゃあこれ全部で何て言う。ブレーキ。はい、ブレーキ。はい、じゃあこのリムに当たってるこの部分はブレーキシュー。ブレーキシュー。どういうことかわかんない。わからへんか。はい、ここや。ああ、そこか。もうこれ何ていう。ブレーキシュー。はい、ブレーキシュー。じゃあこの細長いのブレーキワイヤー。はい、じゃあこれ何ていうかわかるかな。わからへん。わからへんか。これこれ習ってみる。これブレーキアームっていうんですけど、多分